はい、それではここからはその第 4.3 節の拡張ユークリッド互助法に進みます。テキストですと53ページからご覧ください。で、まあ、多分名前を聞いて真っ先に疑問が浮かぶと思うのがどこが拡張なのかっていうところだと思うんですけれども、こういうことです。A と B を、まあ、今回は整数間で扱いますけれども、A と B を整数として、それから D を A と B の GCD としたときに、この D イコール SA プラス TB という条件を満たす、まあ、S と T っていうのは存在するんですけれども、この S と T を効率的に計算しましょうというのが拡張の部分です。従来のもともとのユークリッドの互助法はこの GCD の D をですね計算するのが主目的にあったんですけれども、拡張ユークリッドの互助法ではこの D に加えて D イコール SA プラス TB を満たす S と T も一緒に計算しようというものです。あとそうですね、効率的に計算するっていうのもポイントです。だからこれまでの既存の方法で、まあ、素朴に計算することも可能なんですけれども、一応S と T を効率一緒に効率的に計算するアルゴリズムとしてこの拡張ユークリッド互助法があります。で、その拡張ユークリッド互助法をですね定理の形で示します。で、この拡張ユークリッドの互助法はですね、D extended Euclidean algorithm というふうに呼ばれておりまして、英語では呼ばれておりまして、でまあ頭文字を取ると EA と書いてますけれども、拡張ユークリッドの互助法というのが面倒な時にはこの EEA というふうに略しますので、ご了承ください。でこの定理ですけれども、まず A と B を整数としまして、まあ、A は B 以上、それから B は0以上とします。で、続いて A と B に対してですね、常用付きの序断によってこの R の i から R のラムダ、R のラムダプラス1、これは常用の列ですね。それから Q の1から Q のラムダ、これは小の列ですけれども、この2つは、2つの数の列は、先ほどのユークリッドの互助法と同様に定めます。で、今回の定理では、これに加えて、S0、S1 から S ラムダ、S ラムダプラス1と、t0, t1 から t ラムダ、t ラムダプラス1っていうのを次のように定めます。まあ、ちょっと この辺がですね、なんでこんな定め方をするんだって最初見ると思うかもしれませんけれども、まあ、一応ちょっと後から証明を見ていけばだんだん分かってくると思いますので、一応ちょっと見ておいてください。まず s0 は1、t0 は0とします。次に s1 は0、t1 は1とします。で、2以降なんですけれども、S の i プラス1を S の i マイナス1マイナス SiQi、T の i マイナス、i プラス1を T の i マイナス1マイナス TiQi というふうに決めていきます。この Qi っていうのは先ほどのユークリッドの互助法で出てきた小の Qi のことですね。で、ですね、実はこの Ri、Si、Ti っていうのは、実はセットで扱うことができて、以後このように Ri、Si、Ti の組を並べて書くこともありますので注意しておいてください。R の i プラス1、S の i プラス1、T の i プラス1の組っていうのは、R の i マイナス1、S の i マイナス1、T の i マイナス1から、Qi 倍の Ri、Si、Ti の組を引いたものであると。でここでのその組の計算の仕方っていうのは各成分ごとに数の計算を行うと。だからベクトルみたいな形で計算を行っていると思ってください。で、それからとこの Qi に関してはどう決めたかっていうと先ほどから繰り返してますけれども、これは R の i マイナス1を R の i で割った時の小を Qi と置くということで、この Qi っていうのはその R に関する割り算で決まっているということにも注意しておいてください。でこんなふうにこの Ri、Si、Ti の組を定義していきます。でこの時に、次が成り立ちます。まず i が0からラムダプラス1に対して、この Si 倍の A プラス Ti 倍の B イコール Ri という等式が成り立ちます。で特に、この i がラムダの時ですね。
S ラムダ倍の A プラス T ラムダ倍の B っていうのが A と B の GCD に等しいという性質が成り立ちます。まあ、これが一番大事な性質ですね。で次に、挙げておりますのはその S ラムダや SI や TI の大きさに関する性質なんですけれども、まあ、A が正ならばあの I が0からラムダプラス1に対してこの、TI の絶対値は A 以下、それから SI の絶対値は B 以下という性質も成り立ちます。さらに、A が1より大きくかつ B が正ならばこの、T ラムダですね、 T ラムダの絶対値が2分の A 以下かつ S ラムダの絶対値が2分の B 以下と、まあ、そういう性質も成り立ちます。で一番大事なところは今回の定理の主張の1番の部分です。まあ、2番の部分についてはまた後でこうこの授業の回を追ってですね説明するかもしれませんが、とりあえず1番のところをきちんと理解しておいてください。でその1番の証明をします。証明は機能法によるものです。で i が0と1の時には明らかに成り立つということが言えますので、これはちょっと各自で確認しておいてください。実際に何だろう S1T1 とかに放り込んでですね、この乗用率の定義、乗用の定義から見比べていけば成り立つことが分かると思います。で i が2からラムダプラス1の時には次のようにして示すことができます。R の i っていうのはその割り算の定義からですね、 R の i プラス2を R の i あごめんなさい R の i っていうのは R の i マイナス2を R の i マイナス1で割った乗用なんですけれども、その時の小は Q の i マイナス1とかけますので、 R の i は R の i マイナス2マイナス Q の i マイナス1かける R のマイナス1 R の i マイナス1というふうに表されるということが、まあ、これはユークリッドの誤乗法の定義から言えているわけですね。でここに、R の i マイナス1と R の i マイナス2と R の i マイナス1があるんですけど、機能法の仮定からですね、例えばこの R の i マイナス2っていうのは S の i マイナス2かける A プラス T の i マイナス2かける B っていうふうに表されているとしています。それから R の i マイナス1も機能法の仮定から S の i マイナス1かける A プラス T の i マイナス1かける B というふうに表されているわけですね。でこれを展開します。バーッと展開して、で、今度は A と B に関して項を整理します。そうしますと、A でまとめた部分っていうのが、S の i マイナス2マイナス S の i マイナス1かける Q の i マイナス1になって、これ実は、その先ほどの定理の主張からですね、これ SI に等しいということが言えます。で、また、B に関してまとめた部分、T の i マイナス2マイナス t の i マイナス1かける q の i マイナス1というふうにこうまとまるんですけれども、これもやはりこの定理ので主張にあった定義に従って、実はこれ ti になっているということがわかります。ということで、その si と ti の関係式がですね、この i の時にもこう成り立ちますよってことが言えるので、これで機能法で示せるということになります。ここまでよろしいでしょうか。はい、2番の証明はですね、今回は省略しますので、また後で機会がありましたら触れたいと思います。まあ、今日はこの拡張ユークリッドの誤助法の、まあ、アルゴリズムですね、計算の流れをこう掴んでもらうというのが一番大きな目標です。ということで、その拡張ユークリッド誤助法のアルゴリズムをこちらに、書きました。入力は R の弦 AF と G でして、出力は R の弦の組 D と S と T とします。でこの出力がいうところは D は F と G の GCD であり、それから S と T はですね SF プラス TG イコール D を満たすような R の弦という意味です。で計算の流れは以下の通りになります。まず R の0に F を代入し、S の0には1を代入し、T の0には0を代入します。まあ、これは定理の主張からですね。それから R の1には G を代入しますね。これはもともとのユークリッドの誤助法です。それから S の1には0を代入して、T の1には1を代入するっていうのも、これは定理の主張からです。で、あと、
このカウンターと呼ばれる変数ですね、この i に一応代入しておきます。で、次のステップですね、繰り返して乗与を計算していくわけですけれども、まずこの2番目の繰り返しの a のステップは先ほどのユークリッドの誤助法と同じく r の i マイナス1を r の y で割って小を qi、それから乗与を r の i プラス1にしなさいというのがまあそういうステップですね。で、次にこれを結果を使ってこの si プラス1と ti プラス1を計算していきます。si プラス1と ti プラス1の組っていうのはこの si マイナス1と ti マイナス1の組から qi かける si と ti の組をですね、それぞれ引いていったものをこのように置きます。ですので、まあ、一応ここでステップ2個に分かれているので、最初に新しい乗与の r の i プラス1を計算し、次にその時の小 qi を使って s の i プラス1、t の i プラス1を計算するという流れでいってます。で、この2つのステップの計算が終わったら、i を1個増やし、1増やして、またこの繰り返しを行うということになります。で、まあ、最終的に、この r の i が0になって、このフワイルのループを抜けたときに、これ d に r の i マイナス1を代入し、s に s の i マイナス1を代入し、t に t の i マイナス1を代入して、この d と s と t の組を介して、このアルゴリズムを終了するという流れになっています。ここまでよろしいでしょうか。それではちょっと一応ですね、例題を一つ見ていきましょう。これはテキストの例の 4.23 というところから持ってきた例題なんですけれども、f を119として、g を35としたときに、この f と g に対して拡張ユークリッドの誤助法を適用した計算です。まずアルゴリズムに従って、r0 は f と置きますので119、r1 は g と置きますので、35というふうに置きます。それから、S0、T0、S1、T1 は先ほどと同じように定義をするわけです。以上の定義のもとで、まず R2、S2、T2 の組を計算するんですけれども、ここでは R2、S2、T2 の組をですね、いっぺんに計算するように見せてますけど、一応ここでは先に、この R の0を R の1で割って R の2を求めているということに注意してください。でその際に、その時の小がですね、ここ3と出てきますので、この91に3、91を3と置きます。で、R の0、S0、T0 の組から3倍の R1、S1、T1 の組を引いて、R2、S2、T2 の組の値というのはそれぞれ14と1、マイナス3ということになります。まずこれが第2ステップですね。から第3のステップでは、この R1、S1、T1 の組から、9の2かける R2、S2、T2 の組を引きます。で、この時は、その R の1を R の2で割った時の乗与が R の3で、7ですかね。で、その時の小が2ですので、まあ、それを使ってこのような組で計算していくと、R3、S3、T3 の組は7とマイナス2と7というふうに出てきます。でさらに、この第4のステップに進みまして、この R の4、S4、T4 は、この R2、S2、T2 から、この93倍の R3、S3、T3、T3 というのを引きますと、ここで R の4が0になりますので、まあ、ここで、このステップで、先ほどのアルゴリズムの繰り返しは終了するということになります。で、だと、S の4と T4 はそれぞれ5とマイナス17ですね。で、この時に、この一つ前のステップの R3、S3、T3 を使いますと、まずこの F と G の GCD は7で、で、その時の R0 と R1 にかける定数ですね。これはマイナス2倍の R0 プラス7倍の R2 イコール7。これが GCD に等しくなるという関係式が導かれたことになります。ここまでよろしいでしょうか。多分、
こういった形で割と簡単なですね、例題からこう自分で手をつけてみると、要領が分かってくると思いますので、ぜひ皆さんもここで手を動かしてやってみていただければというふうに思います。はい、というわけで今回のまとめです。今回は可換化の基本的な定義の復習というか確認ですね、こういった概念を使いますという確認を行いました。それからユークリッドの互助法について説明しまして、あと後半では拡張ユークリッド互助法についてその定理とアルゴリズムを示しました。次回ですけれども、次回は拡張ユークリッドの互助法の性質についてまたいくつか紹介した後、拡張ユークリッド互助法の応用として方逆弦の計算について紹介していきたいと思います。この方逆弦の計算はテキストでは第 4.7 節にありますので、必要な人は予習をしておいてください。以上よろしいでしょうか。それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。